こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンは飛距離アップの練習方法を紹介したいと思います。飛距離アップというのはですね、皆さんドライバーの飛距離を伸ばすというふうに考えている方が多いと思うんですが、飛距離アップというのはドライバーだけの飛距離アップではなく、セット全体、サンドウェッジからドライバーまで全体の飛距離を伸ばしていくということがとても重要になっていきます。そういった中でどういったことを意識して練習していくのか、またどのクラブで練習をしていくのかということなんですが、使用クラブに関しましては、まずはじめはショートアイアン等を使って練習することをお勧めします。ショートアイアンで飛距離が伸びてくれば、長いクラブでも同じスイングができれば、長いクラブでも飛距離が伸びていくということになっていくわけです。そしてどのように練習をするかという部分に関しては、ビジネスゾーンの練習をまず最初に行ってください。ビジネスゾーンというのはバックスイングでクラブが地面と平行、フォロースルーもクラブと地面が平行です。この時に着目していただきたいのがバックスイング時のクラブフェイスの向きです。地面とクラブが平行になった時、クラブフェイスの向き、ここの向きですね、エッジの向きが地面に対して12時ないし1時というような形でフェイスが開いてないかをチェックします。この時に12時ですとパワーのあるプレイヤーでしたら飛距離が出せるのですが、最大の飛距離を得るためには11時にすることをお勧めします。バックスイングを上げて一度止めて見てみてください。この時11時に自然となっている方は、もうご自分のスイングとしてのクラブフェイスという部分に関しては、飛距離が出せるフェースの向きが作れているということです。この時12時あるいは1時というふうにフェースが開いてしまっている方は、少しスライスしてしまってボールに勢いがなく飛距離が出ない形になっていますので、チェックする必要があります。そのためにはグリップをチェックしてください。どうしても開いてしまう方はグリップをチェックします。いわゆるウィークグリップといって、親指がロゴマークに対して 左側にあるような方というのは、フェイスが開きやすいです。左手の拳が1つしか見えない、そういった方ですね。そうではなく、ロゴマークの右側に親指が来るようにします。左手の甲で言いますと斜め45度です。気をつけの形ではなく斜め45度の形でグリップを握ります。そうしますとロゴマークの右側に親指が来て、そして拳で言うと3つ拳が見えるような形になります。このようなグリップにしますと、バックスイングを上げていくとき、真横に手をスライドさせるだけではフェイスの向きが11時の形となります。そして具体的な練習方法としては、ボールを見ながら腰の位置まで上げて止める、そして目で正しいフェイスの向きになっているのかというチェックを2回程度行います。正しくできているようでしたら、そのスイングイメージで繰り返し打っていってください。それを短いクラブから長いクラブまで同じようにできるようにしていきます。そうすることで、スイング中のクラブフェイスがオープンフェイスではなく、正しい向き、ボールに最大のエネルギーを与えるためのフェイスアングルが作られますので、飛距離アップにつながるということです。今回は飛距離アップの練習方法として、ビジネスゾーンのスイングでクラブフェイスの向きを正しい向きにするというレッスン方法を紹介させていただきました。具体的に言うと、時計の針で11時でしたね。ぜひご自分のスイングを改めてチェックしていただきまして、飛距離アップに役立てていただけたら嬉しく思います。ぜひ参考にしてみてください。